訪れたのは由利本荘市の道の駅いわき大手キャンプ場。前回はタープを張る際に打つクロスペグを勉強し、たっぷり汗をかいたので、もう夕飯にしましょう。本当にいいの？ちょっと待てよ。オッケー。くせえ俺汗。大丈夫っす。俺もくせっす。いい風呂だったっすね。なんだね。一切風呂入ってない。いやさ、暑い。やっぱ冬以降やさ。ダメだな暑さ。あっちも。あっちもか。さあ、食うか。いやさ、腹減ったっすね。作るかじゃあ。はい、お願いします。パスタで。来ましたパスタ。そう。例の。菊池パスタ。カメラ回って願ったけど、食って食べたっけ、知ったけど、向かったやつ。そう。ああ、行きましょうよさ。ちょっと行くか。行きましょう。それにしますか、じゃあ。じゃあ、とりあえず、今日、海に来たっちゅうことで、はい。シーフードでもやろっかな。あらー、取ってきたのやさ。だ、エビとイカのミックス取ってきた。いやー、だから濡れてるんすか。お手数かけましてやさ。すげえあっち。ごくかけて。やばいよ。袋まで入れてくれたくらいして。だよ。ありがとうございます、ほんと。だから、ちょっと作っていくか、じゃあ。はい。でこれなんか新しいですね。そうグリドルなんだけど、はい、これコメリのグリドル。ほう。だからほらシャベル。なるほど。シャベルの形なんだ。されてるもんで。そうこれね欲しくて欲しくてさ。はあ。D に買ってしまったの。俺じゃねえよ。D だよ。なるほどね。うん。そうか、やさ最近あれですもんね。動けなかったですもん、忙しくて。そう忙しくてちょっといろいろ。行事ごとが多々あったのね。あと格闘しましたもんね。そう、いろいろとね。そうなの。はい。でこれね、これちょっと炒めながら。これグリドルのいいとこさ、はい、これ一個でパスタできるんだよ。水いらないと思うんですもんね。いや水やるよ。え、バカでね。パスタやるのに水やらない。待て。多分お互いだけど、穴回ってねえ。あの熱で早いですね。熱で早い。これあの熱強いやつ。使っていくから今日も。はい。でまあこうちょっとこうさっと炒めてるじゃない？はい。でまあいい感じに火入ってきましたっつったら、はい、早茹でパスタだ。これ何？いやさ普通のパスタの早茹でだから、うんうん、何分ぐらいでいきますか？いや分からない。あもうできたかなと思ったら水なくなればいい感じ。おおおおお。目分量ですな。そう目分量ですな。完璧な。あいいぞ。いいぞ。で、はい、これがね、はい、びっくりする。嘘でしょ。うん、今重た。でしょ。重た。嘘でしょと思った。そう。あと水よ。いい塩梅の。これ本当に目分量。あとそれで、あと茹でるだけよ。柔らかくなればもう。そう。で食べてみてアルデンテだったら、うん、オッケー。いやアルデンテ。いやいだいさ。アルデンテ。いいだ。ダメ。このコーナータイトルアルデンテ。アルデンテですね、今回。俺だ決めたこともねえけど。だ、コーナータイトルなんて言ったこともねえもん。はい。でこれあと今多分早送りになって、はい、できるぴょん。茹で上がるぴょん。早送りになって。なって。これ茹でられねえから全然。これちょっとマジだもんな。これ黙って。でもやさあれですね。我々ちょっと汗かいてるうちに、うん、結構やっぱこう利用される方やっぱ多いですね。なんかねびっくりしたね。はい。いるなと思って。うん、そうだやさキャンプのハイシーズンっつうのは、うん、やっぱこう8、9ぐらいですか。いや8月暑いもんね。やっぱ9月とか10月ぐらいなんじゃないのか。9、10ぐらいで。うん、鍋っこってあるじゃない。はいはい。あーなるほど。そう、はいはいはい、秋田で言えば鍋っこが。はい。もういい感じになってきたじゃん。かなりね。かなりいい感じですね。ただね、はい、水入れすぎた見てたよ。うん、なんか結構ブクブクなね。はい。まあいいんじゃない。それもだってほらキャンプですからだよ、はい、今ねぐなる。うん、嫌んだっす。嫌んだ嫌んだ、はい、味です。味。はい。やあいいじゃん、いい感じになってきたよ。あれですね、こういう料理してると、うん、僕思い出すあれですよ、湯沢のカレー、うん、あれだけカレーだけだった。ただカレー、茶色いやつだったっていう。そう、茶色いなんか飲み物みたいなカレーやろな。で、あの後、うん、リーが、うん、
お家に持って帰って美味しく調理したんですって、うんうん、知ったら嫁が立ってたんですよ。 D がダメ、はい、うん、分かる分かる。あれはね、うん、ビビった。何なんだろうね、ああいうのってね。あっちしカレーしっていう。なんだ、はい、こうやってソースと醤油足したっけ、うめくなった最高ウケる塩味が塩だけだったからね。だからダメなんだよ調味料って大事なんですか。大事大事。といえばやっさん、はいよ、調味料はゼロでいいですか、これは。違うよ、今こっからこっからあ、こっから本領発揮するわけですね。そう、こっからね、うん、ちょっと待ったよ、熱い。はいさ、はいよ、はいよ、はいよ、ありがとう、はい、はい、いい感じで熱いね、これ。はいさ、あ、いい、いいタオルだね。そうなんですよ、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。ここの運営ボタンですか。はいはいはい、そうです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 。あ、いい感じになってるけど。いい感じじゃないですか。ね。はい。ほら。ほいさ。あっちっ。何？何した？何した？狙ったんだけど。ダメだったかな？今日の役目は終わったぞ、俺。まあいいね。いい感じ。ほら、いい感じになったよ。はい、これね。得意なコトスパイス。もう、はい、何でもあるやつ。はい。何でもあるやつ。で、これパッパッパッとかけるね。最近卵かけご飯にやったっす。やった、うん、うまいよね。3分くらいだった。最高になった。で、こんな感じで、はい、できたじゃん。ほら、あ、もうね、このこてつのスパイスで OK。 OKOKOK、 全然 OK。 あ、魔法のスパイスですもんね。そう、なんでもありだから。そうっすよね、うん、すぐできるね。すぐできる、すごいな。できた、俺。よっしゃー、いいんじゃない、いい感じにできたんじゃない。いいね、じゃあ盛りますよ。はい、食べて食べて。光ってるもん、麺が。それ、オレンジオイル。いただきます。どう？うん、ちょうどいいっす。あ、そう？うん、マジで。ちょっと俺も食べる。うん、うん、え、うまいよ、ペスさん。あ、いいじゃん。めっちゃうまいよ。うまい、うまい。もうこのシーフード、ほら、イカの感じも、うん、まうまい。パスタ楽でしょ。うまい。やっぱこう、うん、波の音を聞きながら、うん、シーフードを食うって、うまいね。いいっすね。いいね。疲れたからね、うん、またうまい。体に染みるわけよ、これさ。いや、やさ、このパスタうまいわ。でしょ。はい。あとね、つまみのパスタある、うん、あれ、いつも俺作るじゃん。あの、パサパサの？違うね、ごめんなさい。パサパサ。間違えた。え、よさ、あの、パリパリの？あ、今ちょっと、つなぎのとこ作ったの、ね、編集点作ったよね。だから使うよ、絶対。そうそう、パリパリのあの。間違った。揚げパスタ作るか。あれ、最高好きなんですよ。パスタあるからね。はい。やっちゃうか。いや、いいっすか。いいよ。さっきペペロンチーノ作ったのは早茹でのパスタのやつなのね、はい、だけど今回、うん、揚げる時って、はい、それだと不定のよ。あ、なるほど。なので、うん、サラスパ使います。おー、細くて、はい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 、あれをこう、いきますよ、はい、サッと。あらー、サッとね、サッと、もうこれでいいよ、ね、もうこんな感じでいいよ、サッとね、やさ、サッと、サッとね、ほら、もう上がってるから。あらー、これね、これがうまいんだよな。うまいんだよ、これがうまいのよ。そうそう、びっくりするからね、これ。これまたね、うん、何の宣伝なんだかわかんないけど、これ、ね、スパイス。あー、秋田市ほどのにあります、ラーメンこてつのスパイスでございます。そうそうそう、ありがとうございます。ほら、ほら見て、見えますかね。いい感じで、スパイスも絡んでて。そう。いただきます。はい、どうぞ。止まらなくなるんだよ、これ。なんだよ。本当はね、こういうのを、ほら、グラスとかに、こういうグラスとかに、うん、スパイスついたやつこのままこう入れちゃってね。はいはいはい、はい、あら、おしゃれなこと一気に、みんなでこうつまんで食べるっていうね。これまた、うん、すごく揚げてるところと、うん、あのちょっとサクッとしてる、これ、それね、当たり当たりがさ、そう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 、あってやつさ、いいね、これがいいよ。でしょ。いや、これあれば何もいらんですね、あやさん。だね、うん、知ったけどね。分かる分かる。やっぱカリッと揚げてる方が好きかな、味的に。あ、そう、うん、うめえな、パスタが。うん、
やさん、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 ん、やさん、何、なした、な、それ何、ねぐ、見ればわかる、やさん、素敵なステーキチップニンニク、あ、いいね、入れたぐらいにして、うん、訂正させていただいていいですか、はい、何でしょう、これあれば、あと何もいらねっていう言葉は嘘でしょ、これはうまい、これはこれで美味しい、うまいんだけど、はい、